はい、前回の続きでトウモコシを運んでいるところなんですけどね。側線を増やそうかな。全然進まない。橋の上ではポイントは作れない。ああ、ここトンネルだからね。
トンネルの中、トンネルの中は無理なんだね。これちょっと残念なところですね。残念なところだね。これない方がいいね。これは単線だな。失敗したな。迂回路を作るか。迂回路を使えないね。駅自体をね、立て直さないとダメだね。タスク自体がボストンだからね。ちょっと渋滞しちゃうね、ここは。しょうがないけど。ボトルネック。ボトネック。ボトネックですね。ボトルネック。まあ、こっちから迂回する線が一応ありますけどね。ボタネック。ボトルネック。横須賀駅の、横須賀駅の、久里浜方面、みたいな、感じが、この駅。あ、でもね、ちょっとね、やろうと思えばできるかもしれないね。トンネルの中にはポイントが作れないけれど、ちょっとやってみるね。あれ？ああ、こっちじゃないか。間違えてこっち壊しちゃった。
無理かな。平らなとこがないから、トンネルと橋しかないからね、ダメかもな。トンネル抜けたところにクロスを作ろうかなって思ったんだけど、ここに迂回線路を作れないかね。さあ、こっちに行く線路。見つけられないかな。これで、ね、ここと、これでどうだ。
トウモロコシ電車どこ行ったんだろうね。ウィリアム、ウィリアムはどこにいるのかな。もうボタンの押し間違い。なんだよこれ。お前何やってんだよ。故障。どうやって整備するの？整備が必要って言ってんのにどうしたらいいの？どうしたらいいんだろうね、これ。整備が必要っていうのはどうしたらいいの？最初に提案されたのは1699年。
現代ではアイディアが生まれてから実現までにかかる時間が全然違う。まったく素晴らしいことだよ。うまくいったぞ。エリ運河の利用者がどんどん減っている。我々の鉄道の方が使い勝手がいいからだ。オールバニーの人口が増えたおかげで我が社の利益も上がっている。間もなく新しい市長が選ばれるだろう。私が市長になったらその立場を利用して会社に貢献できるはずだ。誰に投票すべきか決めかねている人々に私を推薦してはくれないか。小麦あるかな。小麦は繋げられるかな。南オンタリオ、もう小麦ないじゃん自分のところに。こうつけられる。こっちはダメだけど、つけれんのかな、ここ。ここはダメなんだよ。でもこっちは大丈夫みたい。一番近いところはここか、ここだね、ここか。シラキュースとこの町をつなげよう。新しいお知らせ。トロフィーを獲得しました。 DS ボタンを押すと詳細を確認できます。ところで今回の選挙では民主党から立候補することに決めたよ。我が社の利益を実現するためには民主党がふさわしいと思ってね。バイデンはね、やバイデンだからな。それにしてもトランプは
嫌われてるね。トランプの嫌われっぷりは。異常だね。どうなってんだろうね。全部民主党が企ててんのかもしれない。からこっちに行って、からここに行く、でここに行って、ここに行って、ここに行くと。二編成にしようか。二編成。タスク的にはシュラから乗せる。オルバーニーに大学を建てる。オルバーニーに大学まだかな。大学。費用20万。大学9万人以上。20万円俺持ってんのかな。持ってるよ。でも建てられないね。回転9万人超えてないのかな。まだ7万人いんな。人口をもっと増やさないとダメだね。集落からあと960人。集落ここからいろんなところに町をつなげて、まあでもこっちのね、まだつながってないところにね、つなげていけば自然と増えていくんじゃないかな。
ここにまず壁を立てようか。ここからもつなげたいし、3つの駅からもつなげたい。落ちてこっちにつなげたい。もういらないか。タスク的には、シラキューから輸送する。時間が決まっちゃいました。